皆さんこんにちは、 MSTV アシスタントの高梨レイラです。今回はホンダから新しく発売された GB350 に試乗してきました。こちらのマシンはですね、以前 MSTV でこのマシンを試乗はまだできなかったんですけど、マシンをじっくり見るというのを以前ニュースで放送させていただいたら、もう視聴者の方から大反響ですよ。コメントも再生数も多くて、我々 MSTV としても結構びっくりしましたね。視聴数も先ほど確認したら32万再生超えておりました。そんな期待の高いマシンをね、今回 MSTV 出演者たちでようやく試乗することができましたので、私小鳥ちゃんからもお伝えしたいと思います。まずですね、今回こちらの GB350 に乗ってみて、というか実車をもう一度目の当たりにして思ったのが、結構大きいなと。 350cc っていうとやっぱり大型バイクではないので、ちょっと小ぶりなイメージを私の中で思ってたんですけど、やっぱりこうやって見ると結構大きいんですね。タンクのボリュームとかサイドとか、あのシートのボリュームとか全体的に通して結構大きいなっていう印象があります。で、乗り味としてはね、まあ、エンジンのことはちょっと結構お楽しみなので後で行きましょうか。先にじゃあポジションの方行ってみたいと思います。ポジションはね、以前の放送のニュースでもお伝えしたんですけど、ちょっとね、割とシート高高め、シート高自体が高いわけじゃないんですけど、あのシート横のね、ここのサイドのカウルの部分がちょっとボリュームがあるので、足がね少し開いた状態でつくので、身長160センチの私小鳥ちゃんが乗るとですね、両足ツンツンで、ちょっとね足つきとしては予想より厳しいなっていう、あのこういうトラディショナルなイメージのマシンってどっちかっていうと足つきが良いイメージを持ってたんですけど、大型バイクであっても結構シート高がね控えめになってたりとかするんですけど、これは割と本当にね、見た目通りにボリューム感があって、シート高もねちょっと高めになってます。ただその分シートとステップとの距離がすごく良くて、もうね楽なんですよ。とにかく楽の一言に尽きる。膝の曲がり角が本当に無理がなくて、乗っけた時にすごく自然、もう本当に椅子に座ってるような自然な曲がり角、位置関係を持ってるなと思います。でその状態でステアリングに手を下ろすと、もうなんかね、どこまででも走っていけそうな、こう自然なライディングポジションだ。走るのにどっちかというと、普段私がこうスポーティーなバイクをね好むので、ちょっとセパハンになってたり、ちょっと下がってたりとかでするんですけど、そういうこともなく、体を起こして、あ、じゃあマシンを起こして、自分自身がマシンにまたがると、もうそこで下ろすだけそのまま走っていけるというね、すごく自然なライディングポジションですね。でそこに足と腰と手の位置のこのね三角関係は、多分結構本田さんも何回も何回も改善して研究を重ねて、一番しっくりするポジションを作り出したんじゃないかなと思います。そしてですね、ちょっとこっち側からでは分かりにくいんですけれど、今回ですね、この GB350 はペダルが、シフトペダルがねシーソー式になってるんですよ。でここも前回ニュースの時に見て結構びっくりしたんですけど、シーソー式っていうとやっぱり、まあ、株シリーズのねイメージがあって、私もハンター株に試乗した時以外乗ったことがないので、今回乗った時もこう自分馴染むのかなと思ったんですけど、意外とね乗ってみると、まあ、10分も乗れば意外と普通に馴染んで、最初シーソー式の場合ってシフトダウンはもちろんいつもと同じようにつま先を下げるんですけど、シフトアップはかかとを下げるじゃないですか。どっちにしても下げる下げるなので、たまに頭が混乱する時があるんですけど、まあ、10分15分乗ってれば自然と体が覚えて、シフトダウンはつま先、シフトアップはかかとっていう感じでやってくれます。で今回普通にライディングシューズ履いてきちゃったんですけど、シーソー式だったらおしゃれな靴とかでも、まあバイク乗るんだったら本当はねちゃんとしたライディングシューズであるのが一番望ましいんですけれど、ちょっとラフにとか、あとはちょっとおしゃれな靴を履いて、つま先をねシフトペダルで汚したくない、潰したくないっていう時でも、シーソー式だったら乗っていけるのは、そこはいいなと思いました。
で逆にシーソー式が馴染めない人であれば普通につま先のところでアップダウンってやればいつも通りのシフトフィーリングというかシフトチェンジがね可能なので、それも普通にそのライダーによってお好みで選ぶことができます。このマシンの見た目ですよね。ニュースで見た時はどっちかっていうとネイビーというか紺というかの方の車体色だったんですけど、今回試乗でお借りさせていただいたマシンがガンメタルブラックメタリックっていう、まあガンメタメタっていうブラックなんですけど、これがねすごいかっこいいなって、ちょっと直接カメラに近づいてきてほしいんですけど、これねタンクの塗装がすごいかっこいいんですよ。このタンクとサイドカウル、このね黒がね、でよーく見るとパールも入ってて、ただ黒いだけじゃない、だから本当にガンメタ、ガンメタのマシーンってタンクってなんかちょっと私的に珍しいなって思うんですけど、これがねすごい上質感というかこうチープさをない、こう高級感をしっかりね出してきてるなと思いました。でそこに相まってこのシートがブラウンなところとか、やっぱり他の 300cc って日本あんまないんですけど、まあ 250-400cc ではあんまりないようなデザインを GB ではしっかり、なんだろう、他の車種との違いを出してきているんじゃないかなと思います。あと、メーター周りですね。今回単眼の一つのメーターなんですけれど、こちら、前回はねキーがオンにできなかったんですけど、まあこんな感じです。で今回灯火類が全てオール LED となってまして、で、トラコン、ホンダセレクタブルトルクコントロールもしっかり装備されてます。でメーターを見てあれって思ったのが、今回タコメーターがないんですよ。タコメーターを意識してシフトアップダウンするマシンじゃないからだと思うんですけど、私的にはタコメーター欲しかったかなっていうところはちょこっとあります。ただね乗ってたらエンジンの鼓動と音でこう自然とシフトアップを覚えていくから、まああえて取っ払ったんじゃないかなと思います。じゃあ最後にっていうか普通だったら最初に言うんですけど、今回乗った乗り心地、エンジン、フィーリングどうだったかっていうと、私的にめちゃくちゃ気に入りました。実は言うとですね、こういうマシンってあんまり普段乗らなくて、どっちかっていうとスポーティーなマシンだったりぐいぐい走るマシンを普段は好むんですけれど、こういうトラディショナル系で短気筒ってどういうところに面白さがあるのかなって、乗る前すっごくなんかこう感じれなかったら、面白さを感じれなかったらどうしようって結構悩んでたんですけど、もうね乗った瞬間そんな悩み吹っ飛ぶぐらいね気持ちよかったですよ。まず発進の時のエンジン始動のね音から心地いい、この短気筒のねポポ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 っていう音が、これが気持ちいいんですけど、さらにそこからゼロ速から発進する時、だから信号のストップアンドゴーとかそういう時の発進する時がこうね、これがねめちゃくちゃ楽しくて私こういうマシンって好きだったってか楽しいと思えるんだってちょっとね自分でもびっくりしました。今まで自分がこういうマシンに触れ合ってこなかったからだと思うんですけど、このパルス感がねすごく気持ちよくて、今日は景観のいいところでね海沿いのところを60キロぐらいで流して走ったりとかもしたんですけど、それも気持ちいいだけど、私はどっちかっていうと市街地とかの信号のあるストップアンドゴーとかで、このストップでゴーっていう音とかで、あとアイドリングのタタ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 っていう短気筒の音を聞いてるのがめちゃくちゃ面白いなと思いました。レトロ系のバイクだったりトラディショナル系のバイクを好む人が、長距離にはいかないけど大事に長くその愛車をね手入れしながら乗っていく気持ちが初めてここで感じることができました。まあそんなこんなでね GB350 乗るまではこのバイクどこに面白さがあって、すごくね本田さんに失礼なんですけどって思ってたんですけど、すごくいいバイクありがとうございますということで、そろそろ最後まとめは丸山さんと一緒にやっていこうかなと思います。はい、お疲れさんです。はい、お疲れ様です。今回もですね、小鳥ちゃん
意外とこの大きな車体なんだけど楽しそうに乗ってましたね。楽しかったです。はい、私もシングルのね、うん、オートバイの面白さっていうのを、うん、やっぱり音、うん、サウンド、うん、そして今回音の演出素晴らしく良かったですね。素晴らしかったです。今時ねそんな大きな音を出せないんだけど、はい、意外と自分で聞いててパッ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 ってこう、うんうん、おなんかシングルオートバイのやつ来たみたいな。来たって。でしかもこれ、うん、本田さんの資料にも書いてあったんですけど、ライダーにもしっかり伝わるようにって書いてあったんですけど、うん、乗ったら分かりますけど、乗ってるライダーが一番楽しいですよね、うん、これ一番伝わりますよね。そのパパパパパっていう音をどのスピード、うん、どの回転で出そうか、うん、タコメーターないから回転分かんないんだけど、いい音するところを探してパパパパパパパってこう走っちゃうよね。走りたくない。そこをやるのに何て言うんだろう、なんか一定速よりも、うん、いろんな速度でいちいちこう速度落としてみて、もう一回パパ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 シフト落としてとか上げてとか、そうそうそう、うんうん、そんな楽しみがあって、はい、で我々はね撮影するときに片方走ってんのを見ながらこう聞いてると、うん、いい音するよね、旗から見てても、はい、うるさすぎない、はい、なかなかねアフターパーツマフラーとかではないから、うん、ノーマルとしては随分いい音、そううるさくないのに、うん、こうやっぱり、ね、大きい音になりがちじゃないですか、うんうん、我々ライダーが心地いいって音、そうそうそう、うん、でこれだったら普通の一般人にも迷惑をかけずにそう、ね、こう気持ちよく聞いて走っていられるんじゃないかなと思います、うん、アクセル開けてなければ一定速だとそんなに大きな音しないんだけど、うんうんね、グッと開けるとスパッ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 いい音するんだよね。それをねどうしても楽しんじゃうよね、はい、あとは鼓動感、鼓動感、うん、鼓動感もしっかり作られてるんですよね、うん、かといってすごく振動が大きいわけじゃないので、そう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 、不快感がね乗ってて全くないんですよね、うん、私もね自分の速攻インプレで行った時に、うん、振動という言葉は使いたくなかった、うん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 、鼓動感というね、鼓動感、マッサージ機でねトン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 っていう感じで、そういう感じで、ね、トン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 、あのねダダダダダンとかってゴン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 じゃなくてね、トン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 とか柔らかい感じで一発一発の爆発がね、はい、心地よく感じる鼓動感、うん、はい、ちゃんと作られてるなっていうのは素晴らしいなと思いましたね、うん、これはね、はい、はい、タンデムもしましたよね。あ、しましたね、うん、後ろどうでした？後ろ良かったですよ、ね、広さがちょうどいい広さね、まあ、タンデムするにはもう十分なシートの広さと、はい、あと前のライダーとその、はい、距離感差もあんまないし、うんうん、まあ、一体感とともに、はい、後ろのグランバーめちゃ掴みやすくない？そうですねでここガシッて掴めば全然こう振られる心配もないですし、うん、そういう意味ではね結構2人でタンデムしてこう出かけるのもこのエキゾーストサウンドというかこのパルス感を感じながら走っていくのはすごく楽しいなと思います、うん、またねこのバイク、うん、そんな馬力ないじゃないですか。いくつでしたっけ馬力？馬力がそうそうなんと20馬力なんですよ。そう20馬力って本当にこれで走るのかと思うんだけど、うん、単独でこうやって走ってる分にはねその加速感みたいなものはもちろん感じるし、うん、高速道路を走ってもまあ大丈夫だと思うんだけど、うんうん、ただねビューンとは加速しない絶対ね。そうですね、緩やかに、そうゆっくり加速していく、うん、その加速を長く楽しむ感じで、うん、ビューンって加速しないがために、うん、タッ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 とこれ長く加速感を感じるっていうのがまあいいんだけど、はい、タンデムした時に、うん、後ろの人に気遣わせないよね。あ、なんだ加速でフィアっていうのが行くといちいち後ろこんななるけどゆっくりだからタッ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 後ろもタッ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 って聞こえてから身構えても大丈夫なぐらい、そうそうそう、確かに、ゆったりゆったり2人で楽しむオートバイとしてもね、うん、非常にありだなと思うし、はい、私の速攻インプレでも言ったように、うん、若い子、うん、若い子がねやっぱり新しいオートバイ、うんうん、僕にとっては古いオートバイなんですよ、うん、あ、はいはいはい、昔からあるシングルの私が言うとレトロみたいな形になっちゃうんですけど、うんうん、本田さんが言うには、うん、今現在の技術を全て出して、うんうんうん、はい、シングルのオートバイの良いところをですね、うんうん、踏襲して作ったらこういう形になりましたという形なので、納得ですよ。昔のオートバイではないんですよ、うん、今現代の最もいいねシングルの持ち味を生かしたバイクを作ってみたらこういう形になりましたって。もちろん形的にはね、うん、こうフィンのついた空冷エンジンをね、はい、生かすとかこのマフラーの雰囲気とかもあるんですが、うん、でも走りはやっぱりバイクらしいバイク、うん、それもかなりシンプルではありますが、うん、サウンドと鼓動感と、うん、
そしてね風を切る発信の楽しさを、うん、まあ、味わってほしいみたいなね、うん、ところをよく作られてるなっていうとこでしたね。はい、はい、小鳥さんはですね、はい、どんな人におすすめですか？私はですね、バイクのこの感じだと久しぶりにこうレトロカーを新しく買う人って最初は思ってたんですけど、うん、昔乗ってた人が今新しくまた出たよと思ったんですけど、はい、年齢層でいうともうなんかバイクを乗る全年齢層におすすめできると思います、うんうん、どの層が乗っても私のような、まあ、20代の人が乗っても楽しいと思いますし、免許取り立ての人でも楽しいと思う、うん、でたくさん乗ったベテランライダーが乗っても楽しいと思うので、バイク乗る人全ての人におすすめできるバイクだと思います。そうですね、まあ、私はね、まあ、もちろん年齢的に、ね、上を行ってしまうんでね、はい、私からすると、うん、本当にね、うん、逆に言うと若い子にどんどん乗ってほしいなと思いますよ、うん、多分新しい発想で新しいかっこよさ、うん、バイクのかっこよさをね若い子たちは勝手に見つけていくと思うし、はいはい、そんなところではね、あと価格帯をだいぶ抑えてくれましたよね今回ね。あ、そうですね、うん、今回、こちらの今回試乗した GB350 で55万円で、この後7月に発売する、GB350S の方のモデルが、59万4千円となっているので、まあやっぱり今 250cc でもね60万超える車体が、うん、ね、多くなってるところを、うん、やっぱりまあ 350cc やってこの価格に抑えてるのは若い人でも手が届きやすいんじゃないかなと思います。 そうですね、それでいてこう、うん、意外と車格があるので、うん、まあ、大型のバイクに乗ってる雰囲気をね、ありますすごく、まあ、出してくれるので、うんうん、まあ、バイクライフというかね、うん、オートバイと共に過ごす、うん、こう生活をね、はい、楽しませてくれる一台だなと思うので、うん、まあ、初めてのバイクが GB35 っていうのは、うん、十分にありかなと、うんうんうん、免許を取ってねバイク乗るぞ、はい、で GB35 に乗ってみて、うん、ここからバイクとともにね、うん、旅が好きになったりね、うん、普段の足としてバイクを使ってみたりとか、うんうん、まあ、いろんな形にここから進化していく、カスタムで楽しんでいくとか ね、 そうですね、整備を楽しんでみるとかね、うんうん、いろんな形にねこのバイクが教えてくれるような気がしますよ。はい、はい、まあ、小鳥さんもね、気に入ったみたいなので、ね、はい、またね何らかの機会でねこいつをちょっと取り上げてみたいなと思います。はい、はい、といったところで、はい、はい、以上 GB350 を紹介させていただきました。この後も、GB350 と 350S の比較をね、試乗はしてないんですが、両方またがりでじっくりマシンを紹介していくので、そちらの方もぜひご覧ください。それでは皆さん、今日のところはこの辺で。さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。こちらの動画をいいと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。MSTV 制作委員会のご参加もお待ちしております。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。